お、始まってる。失礼しました。本番開始押した方がいいのかな、押して本番中横浜からこんばんは、こんばんは、見えてますか。和泉市からこんばんは、こんばんはでございます。音がいいです。あ、初めてですか。そういうことじゃなくてあ、今日歌いすぎてしまいましたね。なんか喉がちょっと言っちゃいそう。ちょっと練習しすぎました。で、はい、今日は2月最後の、ニコニコ生放送でございます。黒石からこんばんは、あ、こんばんは何日でしたっけ。今日は2月の23日だっけ。あ、23日ですね。2月最後ですね、本当ね。さっきも言いましたけど、しつこいって。はい、ですね、今日でありがとうございます139回。今日本当はね、バレンタイン、バレンタインすればもらったかね横浜の方一人だけです。あと写真とかも、写真ちょこっと写真送ってくれた人がいましたけどねで今日はね、寝癖がついてるんです。でこれヘッドホン外すと恥ずかしいことなんで外しませんが、そういえばね、バレンタインデーってのはもう遠い昔の感じだなみたいな。てかね、こもってるんですよ今、うちの中に。もう曲作り、また新しいアルバムを出す予定で、曲作りでこも今だから座ってでしょ。もうレコーディングモードに外してみて、レコーディングモードに、いや、レコーディングモードに入ってあでね、今デモテープとか作ってるので、座って作業してるんですけど、今日も、BJ80 いい音してます。いい音してでしょ。さて、それはいいんですけども、そうか、今日は写真が少ないです。アルバム楽しみです、ありがとうございます。写真が少ないっていうか、写真ちょっと見てみましょうかね。今週何やったかっていうと、ね、確定申告に行きました興味ない人ってか、いや、見えてるけど、ちょっと待って、静止画で音声も聞こえん。え、嘘、あ、止まってる、動いて、皆さん止まってますか。俺の方で動いてんだけど、再リロードしてください、その方ね。え、音声も聞こえんリロードしてみてください、皆さん聞こえてみて。確定申告に行ってきました。これは荻窪税務署っていうところに行くんですけども、はい、関係ない人は関係ないですけど、まあ、僕の個人事業主だったりするし、いろいろあるんで、確定申告して何のために行くかって、まあ、還付金っていうのがね、もらうためなんですけども、源泉徴収のね、はい、これでアルバムを作るっていうねまあそういうのを置いといて行ってみました。それからね、あとこれ京都のですね、原良閣、青色申告、あ、そうですか、原良閣っていうね、なんだ、お店があるんですよ。ここにね、黒七味、真ん中が黒七味で、右が一味、左側が粉山椒って、これは、ね、ちょっとフェイスブックで友人がですね、すごい美味しいっていうことでですね、黒七味が美味しいっていうことで言ってたんで、ちょっとお取り寄せ525円1個525円、京都、お取り寄せしましたけど、黒七味で調べれば出てくると思いますね。あのね、すっごいうまい、香りがすっごい、もう最高、もう今ね、何でも使ってみてる。これ一味と黒七味と粉山椒とかね、酢味噌汁とか丼とかね、うなぎなんかもちろんですけどね、いいし、漬物を黒七味とかでね、醤油混ぜて、食べてもいいし、その醤油がまた鹿児島にね、すごくひしき醤油っていうのかな、間違えたかもしれないけど、美味しい醤油があって、それと一緒だともう最強のタッグだというふうな、次その醤油も入れてみたいって思います。黒石って聞こえました、黒七味、はい、黒七味です、お久しぶりです、こんばんは。はい、でね、まあこんなことしてます、まあいいかで写真のコーナー来ました。で、実はですね、ものすごい嬉しいことだったんですよ。何か、はい、今曲書いてるじゃないですか。それでタイトルは決まってるって言ったでしょ、
お父さんを助けて Help Your Daddy っていうタイトルのアルバムにしようと思ってす、お父さんを助けてアルバムにしようと思ってんですよね。これなんでかっていうと、僕がですね、いつだっけな、夏、ライブが終わってからかな、すっごいね風邪ひいちゃったんですよ。秋だっけな、忘れたけど、とにかくエアコンとか使って、で熱が出て39度が熱出て、それで、もうどうしようもなくって、でも家誰かいるかなっていうのを分かんない感じでフラフラなりながら、コンビニに氷を買いに行って、氷枕自分でセットしてみたいな、本当にお父さんもう死にそうみたいな。で帰ってきたらかみさんがいて、あの、あ、言ってくれれば買いに行ったのにとか言われちゃったりなんかして、この理不尽な感じを歌詞でわーっと書いて、まあ何でもネタにしますからね、あることないことわーっと書いてできたんですよ。でそれね、まあこの間あのラジオ日本 の、 あのアラフォーの回、アラウンドフォークの回で、知り合った作詞家の先生、角谷さん、角谷健二さん、この方はあの君はバラより美しいとか書いてるね、泉谷さんとかも初期の頃プロデュースしたりとか、まあプロデューサーですね、作曲もするし、角谷さんすごく面白いですけど、角谷さんに送ったら、あのお父さんを助けて一緒にちゃんとなってきて、てか詩を書かせろって言ってたんで、でその角谷さんにね、あのお父さんを助けてっていうね詩をもらって、なんかちゃんと出来上がったんでもらったんですけど、曲ができなかったんですよ、ずっと。それがやっと昨日できたんです。やっと昨日できて、というかまあプレッシャーはありますよね、やっぱり。あの加藤さん僕好きなので、面白い人、いい人なので、いい曲を したいと思って一生懸命頭の中で考えて考え考えてやっとできたんですけどね。これがね、ヘルプヘルプヘルプヨアダディっていう、熱が出た喉が痛い汗が出る、みたいなね歌詞なんですけど、ものすごい面白い。これをですね、結構もうエレキを使って、いやもう結構今回ね、エレキ結構ね派手な、もうずっと静止画で声も聞こえん電波が悪いかもしれないね、動いてます。で、あの何言ってたんだっけ、あエレキで結構ロッキンロールやってましてですね。でね、昨日送ったらね、送ったんですよ、 MP3 して聞いてください、できましたって言ったらね、まず最初に加藤さんからベリーグッドおめでとうって書いてきたんです。おめでとう、ね、このねおめでとうって書いてあるでしょ、ベリーグッドおめでとう。でその翌朝ね、また来たんですけど、いやはや改めて聞いて、素晴らしいロックンロールだよね日浦さん、月曜日会うのを楽しみにしています、角谷って書いてでしょ、嘘でしょ、月曜日って明日なんですけど、またアラフォーの会があるのですよ明日ね。それがあの金ちゃんトリオの和郎さんって言ったじゃないですか、和郎さんのやってる店がね代々木上原にあって2回目なんですけど、そこでまた行くんですよ、角谷さんにあと2曲を詞を頼んだりなんかしてない着々と進んで、でアレンジ、このお父さんを助けてのアレンジもですね、ちょっとね、1993をアレンジした人に頼んでみようかなと思っておりますけどね。はい、着々と、だから生いじりたかったのに生いじりたかったのに、はあ、まあ頑張ってみてください、気持ちで動くようになるかもしれませんどんどん時間が、何が言いたかったんだっけ、そうそう、で着々とアルバムの曲も頭の中で10曲出来上がってます、これと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 って、もう古川さんの方にも今4曲送って、5曲目6曲目を作ってる最中みたいなね、デモテープをね、どんどん行ってます。でお父さんを助けてね、すごいいい出来だと思います、もう笑っちゃうしね、歌詞もこれどうにし、発表していけばいいかなと思うんですね、この番組とかでね発表して、去年のアルバムの時は12曲から10曲に落としたりしたじゃないですか、でまだ時間もあるから、まだ新曲とかも作ってまたそういう風にやっていきたいなと思うんですけど、アレンジされる前のデモテープっていうの聞きたいですかね、なんかそういうのを聞いて本番はどうなるかとかって、結構その落差が楽しかったりするんですよ、僕なんかは、あこういうアレンジになっちゃったっていう、すごいそのワクワクするんですよ、アレンジ上がってくる時って
去年は3ヶ月ぐらい待ちましたけどね、古川さんの上がってくるのはもう、でも上がってきた時すごい良かったな、あれね。とりあえず今日1曲目曲歌ってなきゃね。はい、ですね、今日はまずバラードとかやるので、アップテンポの曲で、君のためのラブソングスをやります。懐かしい甘い声に受話器を置いても鼓動が激しい。まだ君が一人でいるなんて今さら愛は口にできない。ラブソングス切ない気持ちを託して僕のためのラブソングスいつか歌い始めていた。風の香りに思い出の一つが胸をかすめて痛むことがある。あの日抱きしめる勇気さえあれば君をなくすこともなかった。君のためのラブソングス描いた夢の代わりに僕のためのラブソングス古いアルバムの中に消えた。いろんな恋にいつか傷ついて寂しさの意味が分かり始め切ない気持ちを託して僕のためのラブソングスいつか歌い始めていた。君のためのラブソングス描いた夢の代わりに僕のためのラブソングス古いアルバムの中に消えた。瞳にかかる虹、あ、懐かしい曲だね。もう君を抱きしたくはないって曲だったかな、ね、はいはい、懐かしいな。もうあれ歌ったことないもんな、久しぶりに。そういう曲をリクエストを書いておいてくださいね。だから次の週とか僕見直してね、先日僕今日は見直してないですね。はい、君のためのラブソングスを歌いました。さてデイバイデイは日浦さん、デイバイデイっていうのはつくいです。次の曲ですね。はい、というわけでですね、今日はカバーの曲をですね、この間ね、そういえば長渕さんっていう話が、初見、はこんにちは、日浦貴則です。夏日の1993って曲歌ってました、昔ね。はい、長渕剛さんの、素顔っていう、はい、素顔のリクエストあったじゃないですか。僕ね、
実は長渕さん初めて見たの1979年なんですよ。あの1979年に愛知県知多半島の前に先にある千の島っていうところで、アイランドコンサートって吉田拓郎さんのねコンサートがあったんですよ。3万人とか4万人とか5万人とか集まったんですけど、その行ったんです僕ね、あのまだ大学生だったかな、5日前ぐらいに行って、それでも30番ぐらいだったよ整理券ね、あの島で、民宿に泊まり歩いて、で拓郎好きな人たちがいっぱいいるのですぐにお友達になってね、生まれた年79年、ああそうですか、それで小室仁さんもいたんですけど、ゲストでね、小室仁さんの時みんな寝てましたけど、長渕剛さん出てきたんですよ。で例の帰れ事件ね、生で見てました。帰れ帰れって言われてね、俺は帰らんぞ、純恋歌歌うとか言って、おこいつかっこいいなと思って、それで純恋歌歌ってました。純子も歌ってましたね。で僕は帰ってきてからそのギターテクニックとかそういう何あの気迫っていうか、その結構ね長渕のファンになってしまって、私ね当時純子とか、ああ純子君の名を呼べば違うなとかね、あとね逆流っていうアルバムが79年なんですけど、その中のね今日懐かしい、ものすごい懐かしい気持ちでいろんなもの調べて見てたんですけど、残り13分しかないのか、あと2曲、このあの長渕さんのね逆流っていうアルバムの中にね、ちょっとワンコーラス先だけど、風は南からって曲があって、これで俺ビブラート覚えたんです。こんな曲、僕の家の屋根は高く空を切り、窓辺から下に家並みを見下ろす。朝露に濡れた桜の葉が朝の光にキラキラ輝いている。今頃君はまだ深い眠りの中、この僕の思いを君の街まで置いてゆけ。そして君の胸に突き刺され、今風は南から。これがね、あの長渕さんの、もうコピーしてね、でビブラートできなかったんですけど、この南からで、ビブラートできるようになったって思い出の曲でもあるんですけど、あとねこれアレンジがね瀬尾一蔵さんっていう、アレンジャー、僕もせいやとかねアレンジしてもらってますね、あの冬の日の1993、ホワイトウィンターも瀬尾一蔵さんですがアレンジされてるんです。すごいいいイントロなんですよね。で今日は時間もないですけど、そのリクエストがあった素顔、俺ラジオで聞いてました。これ化粧っていう頃の、あのまだタイトルが化粧になってる頃に、聞いてました、はい、さっきね、YouTube 見て、ラジオの番組でやったやつをコピーしました。ではこんな感夜の顔を鏡で映せば、なんて悲しい顔なの。強がりばかりで素直になれない、なんて悲しい顔なの。こんな私のどこが好きなの、
なぜにそんなに優しいの？私がかわいそうに見えるから、それとも懐かしく思えたから。気まぐれだったらやめてちょうだい、本気で好きになりそうだから、あなたの前では綺麗でいたいし、可愛い女でいたいの。厚化粧は嫌いでしょ、でも今の私、昔の私じゃないから、私はいつも嘘をついてきたわ、お前はいつもそう言うけれど、決してそれは裏切りじゃないんだし、そこまで自分を責めることもないさ。お前の素顔が綺麗だったからこそ、あの時手鏡を送ったんだ。お前の過去を化粧で隠すためじゃなく、素直な心を映せばいい。誤解しないで聞いてほしい、俺が今までしてきたことは、時の手のひらの中でお前に示した精一杯の愛だったんだ。さあ化粧を落としたら髪を溶かして、このまま静かに眠ろう。誤解しないで聞いてほしい、今までしてきたことは、時の手のひらの中でお前に示した精一杯の愛だったんだ。さあ化粧を落としたら髪を溶かして、このまま静かに眠ろう。ショーですね。ヒロさんと声に合ってる。はい。ね。はいはい。懐かしいですね、この曲とかね。ありがとうございました。あと5分しかない。じゃあ最後の曲ですけども、他に何か言うことなかったかな？なんか、メモ。これだ。
あ、そうそう、最後の曲はですね、リクエストでやります、抱きしめるだけでって曲をやります。時間ないな。これはね、リョークリーコっていうアレンジしてるんですけど、今回ソチオリンピックの音楽監督やってますらしいです。はい、じゃあリョーちゃんがアレンジした抱きしめるだけでをやってみたいと思います。祈り、あー懐かしい。君を抱きしめるだけで切なさが目を覚ます。君は永遠に僕の胸の痛みさ。夕日を浴びた冬の渚、車を止めて波を見てた。どんな風に話せばいいのだろう。胸に刺さるこんな気持ち、君を抱きしめるだけで切なさが目を覚ます。君の寂しさが僕の悲しみになる。不思議、抱きしめるだけで切なさが湧き上がる。君は永遠に僕の胸の痛みさ。二人が出会う前の恋を何も僕に言わなくていい。肩を寄せて波打ち際に君の涙の粒置いて行こう。君のためなら心を使い果たしてもいい。冬の風に縮ばめてそっと告げるよ。君も抱きしめるだけで切なさが湧き上がる。君は永遠に僕の